はい、では道の駅甲斐大和に今いるんですが、ここでトラックの内装紹介をしたいと思います。はい、こんな感じでバックモニターが映っていたりしますが、ちょっと一個ずつ上手に紹介できるかな。はい、このトラックはスーパーグレートになります。内装はまあちょっとこの辺はもうごちゃごちゃしてるんで何をっていう感じじゃないんですけども、こちらにナビがついていたりしています。そう、このトラックはなんていうか、ショートキャブっていうやつになると思います。でメインはこの上の寝床、田中坊の寝床をちょっと撮影したいと思うんですが、その前にちょっと軽くこの辺の紹介をしたいと思います。ここはこれはなんか築霊っていうやつみたいで、そう、田中坊まず初めてこういう車に乗ります。上に屋根がついてるタイプに。なのでちょっと説明も下手くそなんですがご了承ください。でこれ蓄冷式になっていて、これはエンジン切っていても風が出るようになっています。この上にはやっぱり太陽に近い分というか、天井が太陽の熱とかがこう当たると、夏場なんかもうすごくここ暑くなるんで、この蓄冷があったり、あとここのエアコンの吹き出し口にホースをつないで、この上に冷たい風を送るようになっております。ここ見たらこの吹き出し口があるんですけども、ここも改めてちょっと一回やってみたいと思います。はい、ではちょっとこの吹き出し口にホースをつけるところからやってみたいと思います。はい、ではここのホース、ここに眠っております。これ多分上に上がる時のこの昇降台じゃないけど、昇降台というか台になっています。このように取り出せて、これちょっと裏返しになってますね。ここをカパッて開けるとホースが出てきます。このように、はい、ではこのホースをちょっと取り付けたいと思います。ここにネジがあるんで、ここにカパッて取り付けちゃいます。至ってシンプルです。ここの塞いで、このホースに風を送る、そういう仕組みです。こうねじってちょっと軽くですが、ギュ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 ッとやります。でここやっぱピンとせんかったら壁が止まっちゃいます。掃除機みたいなもんだから。はい、でこれをガバッと上げて、ここにこのバイザーをこっちにやると、ここにこういう穴ぼこあって、ここにガチャッと入れて、これで OK です。で風はここのエアコンのつまみで強くして、上に壁をどんどん送ったりします。暑い時はここをボリュームいっぱいにして、メモリをいっぱいにして使っております。はい、ではこんな感じで、ここ今最大にしております。最大にするとここブヨーってこのホースを使って上に、はい、結構いい風が来ております。では今から上の紹介をしたいと思います。ここ上に上がるところから撮っております。上に上がるの結構僕体が硬いですっごいしんどいです。ほら、この先ほどホースが入っていたこういう棚があるんで、これを使っても大丈夫なんですが、一応床なしでとか、なんでなしで行くか意味がわからないんですけども、このようにここに足乗せて上がっていきたいと思います。こんな感じで上に上がります。もう股が割れそうです。はい、こんな感じで登っていきます。それで登って、ここをガチャンって落とします。するとベッドになります。はい、ではもう一度今からこのベッドの上に乗るところを映したいと思います。このように座席からビューッと立つとこんな感じになっていて、ここからエアコンの風が吹き出しが来ています。ここスイッチがあって、これやると蛍光灯が点灯します。蛍光灯、はい、かなり明るいです。こんな風になっています。蛍光灯ボタン、あとのこのボタンはわからないです。このつまみもなんか反応しとるとは思えないです。はい、ではこの中ちょっと紹介したいと思います。先ほど登るときヒーヒー言うて登ったんですが、もう一回こうやって登りたいと思います。うーんって、はい、登りました。登ると結構
こんな感じで映っています。高いな。はい、ではここにある金具をカチンってやるとベッドが固定されているのが下に寝てこのようにベッドになります。はい、では今バタンと倒したこの板のところにベッドマット、これは昔買ったユメリッチやったかな、まあ、そう、これもユメリッチ買ったって、これはハルボーにいただいたんですね。ハルキ君にいただいた分です。ちょっとこの中にいるとやっぱり声がこもったような感じになります。ここそしてベッドの窓があります。このように開閉できて、ここ網戸になっています。網戸もこういう感じで上げて、もう一度こう網戸をカチッとやって、これを引っ張ってこうやるとこう目隠しになります。目隠しっていうことが正しいかわからないですけど、これ落とす、こんな網になって虫除けになります。これ開けるとここガチャガチャ開けるとこのように窓が開きます。ほんでこんな感じで覗けます。はい、結構高いです。こんな感じで高いな。はい、では閉めたいと思います。ガチャンガチャンガチャン。はい、こんな空間であって、ほんでそう、ちょっとやっぱ圧迫感はあります。こっちも一応開けてみようかな。こっちは道の駅ですね。先ほど穴子食べてきました。美味しかったな。蕎麦が美味しかったんやけど、穴子を言うて戻るな。穴子も蕎麦もうまかった。はい、まあ、ここも同じように開きます。はい、ではちょっとこの屋根の高さを見ていただきたいんですけど、屋根の高さはもう起きることはちょっとこう中腰というかかなり困難です。こんな感じで首が曲がっちゃいます。なのでやっぱ圧迫感っていう意味合いではかなりこう苦しいかなって感じがします。横に関しては普通の今までの僕が乗ってきたトラックよりちょっと広い感じはするんですけど、それでもやっぱ上に天井が近い分すごい圧迫感を感じます。CT の機械の中に入ってる、なんか検査する機械とか、あんな中に閉じ込められてるような雰囲気もあります。はい、I'm Chucky! I'm Tanakabo! はい、で、こんな感じやっていう紹介になってるかな。今この方ね、エアコンの吹き出し口がこっち左端と右端にもあって、ここはちょっとしたこう棚になっとって、ここジュースホルダーみたいなのもあるんで、ここにジュース持ってきて飲んでもいいしっていう感じなんかな。でもやっぱちょっと縦に狭く横にちょっと広い、そんな感じの田中坊の寝床になっています。ここ蛍光灯まぶしい。ここを開けるとこれ非常の時にしか開けたらあかんみたいな感じな、多分非常口になっていると思います。こう天体観測が星空見えるかなと思ってたんですけど、これは非常の時にしか開けたらあかんようになっています。そう、万が一なんかの時にやけど、ここにロープがあるんで、このロープでここ出て出てこうロープを伝って降りていくっていうことは思うんですが、この幅で田中坊脱出できるか非常に悩ましいところです。腹が疲れて出れないかもしれません。はい、これこっち側にもこれ金具あるんで、両方上げよう思ったら、この今ベッドになってるこの板がバチンバチンとこっちも上がるんやと思います。でこれ先ほど蓄冷式の方の吹き出し口となっています。蓄冷式の方はその風がちょっとそんなに今エアコンの風こっちから送ってるんですけど、こっちの風に比べたらなんかちょっとぬるい気がします。でもこちらエンジンを切って4時間ほどは冷たい風が出すことができるようです。はい、
こんな田中坊の寝床紹介でした。ではひとまず下に降りたいと思います。下階に降ります。よし、そし、よし、ベッドを降りる。こんな感じで降りる時もちょっと一苦労といえば一苦労です。毎回。はい、これをガチャン上げます。はい。あ、これちょっと扉閉めとか。よし、はい、では下階に降りたいと思います。お、降りるときは結構スポンと降りれるかな。はい、はい、ではあのトラックの一応内装紹介みたいな感じで田中坊の寝床をちょっとメインに撮ってみたんですが、はい、僕あのなんか最近はいなんかするたびにはいはいってなんか言うてしまうから、はいってあの安子さんやったっけ、あの自衛隊の服着たあの人がすぐに出てきてはいって言ってしまいます。自分でもうなんかもうとあることにはいって言いたくなるぐらいは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 いってなんか一個区切りつけることになんかはいっていうなんか気持ち悪いんやけどな。うん、でもうそのはいからのなんですけど、ね、なんですけど、はい、こんな感じであの一応パッとトラックの室内映してみました。ほんでそうもうとにかく僕なそう先も言ったんですけど、あのこういうトラック乗るの初めてで、後ろにベッドがこうあるやつしか乗ってきたことがなかったんで、そう結構この上にベッドがあるって斬新でいいなと思って、ちょっとこんなん乗って楽しみやったんですが、ちょっとずつ生意気にもちょっと不満ではないんやけど、そうやっぱり後ろのベッドあるやつの方が僕はいいかなって感じがあります。まあ眠たいってなった時に、まあこんなさっきみたいにこう駆けよじって上がって、ほんでもう寝るんですけど、ほんでやっぱちょっと日中とかちょっと仮眠したい時とか、やっぱもう上にエアコンだんだん上げても結構太陽が直接当たるところでこう寝てしまうと、もう暑すぎてやっぱ目覚めちゃうし、うん、なかなか大変やけど、ただもう横幅ほんま広いんで、これ乗る時にちょっと教えてもらったんですけど、人間やっぱこう寝返りを打ちながらこう寝てる間ってそうらしいんで、このトラックは後ろにベッドがあるパターンのやつと違って、ちょっと前と真ん中にこうズドンと寝れるので、このキャビンの前からこの真ん中にちょっと横幅が左右余裕があります。そのおかげで寝やすさとしては寝やすいはずらしいです。ただやっぱもうこのもうこれ空間これですね、これがもうこれだから、もうなんかもううわーってちょっとなんか息苦しさじゃないけどちょっとなんか感じたりもするから、あとちょっと酸素薄い気がします。ほんまに空間でよう窓を開けてちょっと空気を取り入れるようにしております。はい、ではちょっとあんまり詳しくできるから、ではもうあと一応このトラックはその僕の知ってる限りの紹介になるんですけども、このように幅が普通のトラック、後ろ普通のトラックって言い方おかしいですけど、こう後ろにベッドがあるタイプとは違って、この短いこういうやつのこと多分ショートキャブというと思います。これこのショートキャブは幅が何メーターになるんかな、何メーターになるんかな、後ろが9メーター60、正規のベッドがあるやつは9メーター60箱の内寸長さ取れています中で、それがこのショートキャブになると10メーター箱の長さの方が10メーターあります。なんで多分トラックが全体で12メートルぐらいのはずなんです、大型車は。なんで後ろの箱が10メーターあるってことは、このショートキャブの場合は2メートルこのこうフロントから取れてるんかな。ほんでベッドがあるタイプはそれの40センチ、2メートル40センチあって、その40センチ分ぐらいこのベッドってここちょっとまあ誤差あると思うんですけど、ベッドがあるんかな。はい、ということでこう短いこの利点としてはやっぱり箱が長いんで、トラックって9メーター60やったらよく言う11のパレットっていう、結構もうオートドックスかな、どっちやろ、
オーソドックスに使われてるが多いとるかな。パレット11のパレットがそれ11正方形で110センチ110センチのこの四角いパレットが大型車やったら16枚、それはこう計算すると110が抱き合わせで8枚で16枚なんですけど、それで 8m80 計算上使います。ほんでそれを次あのもう1枚増やすと18枚に乗せようと思うと8m80 の11やから9m90 になります。なんで乗りません、 9m60 の普通の通常のやつが。でもこのトラックは 10m 箱があるんで乗せようと思ったらの話ですけど、ギチギチもうカツカツに後ろになると思うんですが、18枚11 あのパレットが乗せれる製品が、だから2パレ分要件乗ります、普通のトラックより。ただまああの途中にコンパネとかいろいろあの緩衝材とかこう入れたりするともうその分ちょっとずつなるんで、あのかなり際どいとは思うんですが、そうでもあのいろんな仕事の用途によってちょっとやっぱり長あの箱が長くなってる方があの そこの荷主さんの荷物とか運びやすいとかいろんな兼ね合いがあってこういうトラックもあるんやろなとあの認識しました。はい、では田中ボン長々と説明してみたんですが、田中ボン、まあ一応基本は田中ボンの寝床という紹介になります。ではありがとうございました。終わりたいと思います。よし、これ飲みながらまたぼちぼち甲州街道走りたいと思います。あ、ここ道の駅海大和ほうとうがいっぱい売ってありました。ほうとうやっぱ、ね、山梨なんでほうとうが有名みたいです。あと吉田うどんもお土産で売ってありました。でも吉田うどんはやっぱ初刈りパーキングのところの吉田うどんが美味しいかな。田舎うどん、もう田舎うどん最高です。では終わります。いちご、これ